ごきげんよう、ゆりえです。今日は一人です。桜坂46の冠番組のそこ曲がったら桜坂でフォースシングルのフォーメーションが発表されました。いや、こちらはですね、いつだっけ、4月6日で、これの、表題曲っていうんですかね、これがサミダレよ。タイトルは事前にお知らせされておりまして、このフォーメーションがね、もう私的に本当に衝撃的な結果で、ちょっとこう、分かってるんだけど、あ、そうなんだっていう気持ちをね、自分の中で消化できないので、こうやって撮ってます。早速ね、このフォーメーション見ていきましょうか。こちらです。ドン。うん。桜坂46っていうのは、一応桜坂になってから、ファーストシングルから、ずっと、1列目、2列目、こちらが8人なんですよ。で、これが通称桜8っていうんですけれども、桜8っていうのは、CD の中に収録されているカップリングも、全部この8人固定なんですね。で、センターがちょっと変わったりはするんだけども、一応8人固定ということで。で、この後ろに、1、2、3、4、5、6、7、うん、この7人が入れ替わるんですよ。表題曲、カップリングってなって後ろがこうガラッと変わるんですね。一番いわゆるメディアで披露される曲ですよね。のフォーメーションが、選抜で選ばれた子たちがこの子たちということなんですけれども、大きく変わったのが、やっぱてんちゃんがセンター、おめでとう、てんちゃん。だっててんちゃんさ、見つかるじゃないですか。音楽番組出たら、なんかポニテの子、前髪パッツンポニテの子って結構見つかるじゃないですか。あとてんちゃんのビビーのモデルさんもやってるから。いや、もう満を持してのてんちゃんですよ。もうこれはね、やっと来たかって言ってもおかしくはないんじゃないかなと。いや、もうほんとてんちゃんおめでとう。で、その両脇がね、ひかるちゃん、ほのちゃん。この3人はもう2期生ですね。いや、もう強いわ。ひかるちゃんもほのちゃんもセンター経験がある子なので、非常に心強い。で、2列目、この真ん中がね、リサ様ですよ。リサ様はね、フォースシングルを最後に卒業発表されていますので、これがラストの表題曲ということで、いわゆる2列目、裏センターですね。実力派のみーちゃんと、ゆいぽん、復活したゆいぽんが新名。いや、これもね、いいですね。楽しみなんですよね、非常に。で、その両サイドが、今まで、3枚は、ユッカーが、いたポジションに、レナーが来たんですよね。レナー2列目おめでとう。桜8おめでとう。ラビット見てたよ。ほんと可愛かった。癒されたよ。でね、前回3列目だったんですけど、藤吉かりんちゃんが2列目に、桜8に戻ってきたって言えばいいのかな。いや、もうかりんちゃんもね、みーちゃんもね、前回の3列目だったんですけれども、結構音楽番組とかで見つかってるんですよ。金髪の子は誰だとか、髪の短い子は誰だとかで、やっぱ見つかってる子たちなので、なんかこれもおめでとうっていう感じなんですよね。そしてレナーがね、桜8に入ったっていうのも、待って、でもユッカーがいないの。私の最推し。マジ、全アイドルの中での最推しのユッカーが、ついに、表題にいないんだよ。って思ってたところで、こちらの公式さんから持ってきたやつなんですけども、この選抜の画像っていうのは、はい、菅井優香はミュージカルカーテンズ、これの出演されるんですね。おめでとう、優香。頑張ってね、優香。すいません、推しに甘いんで。カーテンズの出演のため、フォースシングルが、ごめんなさい、ちょっと私の頭で隠れてる。共通カップリングのみの参加となります、ということで。うん。で、この下にもね、もう一個大事なこと書いてるんですけど。はい。渡辺りさはフォースシングルは表題曲と共通カップリング曲のみの参加となります。だろうなって思ったんだけど、やっぱ、だってりさのさ、そう、葵ちゃんもいないのよ、これ。葵ちゃん、いないんだって、ちょっとそこもびっくりなんだけども、いわゆるさ、リサ、私、リサユッカ大好きなの。リサのさ、ラストの表題曲に、ユッカいないんだよ、だって。でも、レナ、ほんと桜井おめでとう。あと、てんちゃんもセンターおめでとう。でも、これ、最初ほんと番組さんさ、この注意書きも一緒に最初テロップ、あれ出した？出してないよね。出してないよね。そこ出してないよね、これ。最初にこれ出して欲しかったってくらいに、本当に心臓に悪かった。いや、多分そうだろうなとは思ったけど、いや、表題の選抜に急にユッカーがいなくなるのっていうのが、結構ショックで、でも正直、
今でもショックなんだけどね。表題、そっか、忙しいか。ちなみにそれでもう一つの、カップリング曲ですね、こちらはね、ひかるちゃんセンターの、はい、こんな感じになります。タイトルの方はまだ出てないんですけれども、ご覧の通り後ろの3列目がゴロッと変わるんですよね。ふーちゃんね、やっぱふーちゃんとさ、あの鉛筆家ちゃんはさ、あの遠藤ちゃんがさ、すごくダンスの上手い子なんですよ、桜坂の中で。で、桜坂46は踊れる子が両端にいるっていう、すごく見える位置なんで、カメラが必ず映る位置なんで、すごく踊りの上手い子がダンスの上手い子、踊りだってダンスの上手い子がこう両端につくっていう。で、ちょっと桜エイトからやっぱりリサが一人いなくなっちゃうので、7人になるということで、こういった形で、まあ、ヒカルちゃんのセンター曲、まあ、バッチリ仕上げてくると思うので、こちらも楽しみにしたいと思います。でね、でね、そう、何回も言ってるリサ様センターの共通カップリングって何ぞやっていう話なんですけど、こちらです。全員参加なんですよ。いやー、久しぶりの全員参加なんですよ。真ん中1列目2列目3列目、これ9人全員欅坂からの1期生なんですね。エモくなーい？エモいけどさ、なんかもういよいよリサとさ、アオタンの卒業が近づいてるって思うじゃん。でもなんかアオタンは、詳しくはわかんないけど、また会えそうな気がするよね。で、アオタンがね、2列目のセンターに来てるんですよね。で、その両脇をね、みーちゃんとハブちゃんが、ハブミーが飾るっていうのはまたいいですよね。でさ、まあ、これがさ、リサ様のセンターなんだけど、見て、1列目。ユイポンとユッカーがついに新芽。嬉しい、すごい、もう泣くもん、これはやばいよね。これの泣きどころはまず、リサのラストセンター曲なんですよ。全員参加で、で、一期の子たちが、まあ、あの、もちろん別に一期の子たちだからいいってわけじゃないんだけど、なんかこう、一期で固めてるっていうのがまたこう、エモいなっていうので、こう、9人、なんか少なくなったね。また減るんだもんね、こっから。はい、いけない。一期の子たちが、こう真ん中に来てるっていうのと、ユッカーが、ユイポンと新芽っていうのもまた泣きどころだし、個人的にはね、あの、ユッカーとホノちゃんが並んでるの結構好きだったから、あ、また戻ってきたっていうのもまた嬉しいし、ユッカーが、表題は出れないけど、リサのラストセンター曲には出るってことなんですよ。泣けるよね、マジでやばいよね。私リサユッカーの女だから、本当に。だって表題が一番映るんだよ、メディアに。なのにさ、そっちじゃなくてリサのラストセンター曲を撮るんだよ。みんなが参加してる曲をユッカーは撮ったんだよって私は思ってるんだよね。いや、わかんない、あの運営さんがこっちだけですって指示したからな、こうなったのかもしんないけど。まあでもなんかそう思っときたいじゃん、オタクだし。でさ、一つ気づいたんだけど、3列目にもいないんですよ、菅井優香ちゃんって。バックスライブ出ないの？だって3列目になったことないってことは出ないの、優香。ちょっと情緒不安定な感じでね、あの撮ってきたんですけれども、まあ表題曲からね、あの順番にミュージックビデオとか出てくると思うので、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。1ミリでももし、あの、あ、わかるとか、楽しんでいただけましたら、ぜひ、グッドボタン。今回はこれグッドボタン。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それでは、またねー。